ルーキーシリーズ第7戦スカパー JLC 杯争奪戦予選最終日、続いた第5レースゴールドレースです。なおこのレースは焼き鳥 YouTuber 慶太郎様ご協賛による慶太郎ゴールドレースです。ご協賛誠にありがとうございました。対戦メンバー1号艇東京栗木翔、2号艇山口高岡龍也、3号艇が大阪土井翔吾、4号艇埼玉尾上正也、5号艇が1八木春樹、6号艇が1大江潤です。インコースは1号艇栗木翔が向かっています。現在得点率第3位です。2コースは2号艇高岡龍也、高岡準優に向けた2走して7点が条件です。そして3コースは3号艇土井翔吾、今日から追加で参戦ですが、オープニングレースは2コースから指していきなり1着を取っています。4コースは4号艇尾上正也、今日1回走りです。5コースは5号艇八木春樹は2走して14点がノルマ、6コースは6号艇大江潤が向かっています。角は本番でも3コース3号艇土井が取って、枠なり2対4と2つに分かれています。1号艇栗木翔が人気の中心で、2号艇高岡龍也が人気対抗格、票が集まっています。風はホーム向かい風が現在4メーター前後、第5レースゴールドレーススタートまでは10秒前となります。内から1番2番ダッシュは3番4番5番6番です。スタートしました。2コース2号艇高岡、4号艇尾上、6号艇大江、コースアート1マーク1号艇栗木が先制、直にまくる2号艇高岡、ここは攻めきれず内を突くな3号艇土井、おっと後方ではいったアクセントがありました。ターンマークに当たったか。6号艇大江が現在転覆しています。1号艇栗木が先頭、2番手争いは内側から3号艇土井、外は2号艇高岡が並走です。スタートは正常でした。お知らせいたします。このレース4号艇尾上正也妨害失格、そして6号艇大江潤が転覆失格となっています。1号艇栗木、2号艇高岡がスリットを通過、3番手争いは内側から5号艇八木がどうやら優勢かと思われましたが、外から3号艇土井が3番手に上がったようです。上位は1番2番3番です。4番手最高峰5号艇八木が続く、4艇が西1マーク、ここは自己艇とレスキューの外を回っていきました。バック中間地点です。2周第2ターマーク1号艇栗木翔がトップ、2番手は2号艇高岡龍也、そして3号艇土井翔吾3番手、1番2番3番です。4番手5号艇八木が旋回、4艇がホームステッチに帰って最終周回です。1周1マークでアクセントありまして、4号艇尾上が妨害失格、6号艇大江が転覆失格となっています。3周1マーク、ここも自己艇レスキューの外を回ります。逃げた1号艇栗木翔がトップ、2番手は2号艇高岡龍也、そして3号艇土井翔吾が3番手に上がって、1番2番3番でバックセ中間地点、これから最終ターンマークにあります。3連単のオッズは 5.2 倍です。ラストターンマーク1号艇栗木がトップでクリア、2番手2号艇高岡、そして3号艇土井が続く、1、2、3で合流、1番栗木五輪、2番高岡五輪、3番土井が五輪、5番八木がラストで五輪、なお4番尾上が妨害失格、6番大江転覆失格です。